ご飯を食べるよ。だけどさっき通所の前にね、ご飯食べようと思って温めたらね、残りあと1分29秒とかでね、お話し会ツーショットが始まるまでご飯これしか食べきれなくて、ご飯チャレンジです。あと45分40秒あるから。今日はすき焼き弁当です。私はすき焼きが好きです。スタジアルじゃありません。うわ、これマジックカット下手なんだよな私ね。めっちゃこの緑の野菜の匂いする。これね、いつか食べられるようになりたいなとは思うよけどね、難しいんだこの緑のやつ。これこの緑サヤエンドウ、サヤ、さあ何これ、そうラインストーン。なんかこれはね、あれなん、全然あれなんだけど、嬉しい眠さなんだけど、昨日帰ってきたのが遅くてさ、寝たのもねすごく遅かったんで、すごくではないか、もうすぐお風呂入ったから遅くはなかったんだけど、起きるのがまあ早いからさ、お話し会の日って5時半とかに起きたから。いただきます。うん、なんか温めすぎた。どうなの、え、これどうやるんだこの卵。あ、割れちゃったよ。いいのか、割って。ちょっとおねむちゃんでね、あの早く準備終わった後とか一部と二部の間とか寝てたんだけど、寝てたら右ほっぺのラインストーン全部なくなってた。いいあるって。私どこでも寝れるからさ、本当にお恥ずかしながらね、床でも眠れるんですよ。すき焼きを食べます。ミュートにしちゃうよ。めっちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。
そうなの、美味しいものを食べるときって私すぐ食べちゃうんだよね。やって嬉しかった、やったお話し会ありがとう。先に好きなもの食べる派ですね。お腹いっぱいになっちゃうとさ、好きなのに食べられないってなっちゃうから、私の場合すぐお腹いっぱいになっちゃうから、だから先に食べる。ミルテンだよー、わーい。そう、最強のラブソングのミュージックビデオで食べたピザめっちゃ美味しかったな。あと5分くらいだけやって、したら残り39分なので、あと30分だけ寝て起きようと思います。ファミルちゃん一日にね10時間近く寝たい人なんですよ。8時間は絶対ホチだって、間違えた。え、そう、昨日ねトロッコでね、あのチュッチュサングラス落ちちゃったの。本当に、まあでもまたゆっくりお話ししたいなと思ってるんですけど、ツアーありがとうございました。そういう感じでね、そう昨日トロッコからねサングラスが落ちちゃって、もう終わったって思って、私のサングラスってなってたら、スタッフさんが拾ってくださって、もう本当にありがとうございます、絶望の顔をしてしまいました。でもその後はルンルンでサングラスをつけてました。今年最後のお話し会なのかね、なんだろうけれどね。えでもなんかさ、あれだよね、良いお年をにはまだ早い感じしちゃうもんね。ふめちゃんロングスリーパーだね、かなりね。そうトロッコから何回も聞いちゃったし、私なんかやっぱね、あのね、トロッコが止まった時のこの衝撃に耐えられなくて、そう負ける。マジご飯をね一人で食べるの寂しくてショールーム始めちゃった。ゆきなちゃん、くるまみみ、ありがとう。感性の力ってこと？力？感性の法則？喉ね、喉もそんなにね、なんかめちゃめちゃ本調子じゃなくて、ちょっと声低くてもう許して。スタバの新作飲みました、めちゃ美味しかったです。いちご甘酸っぱかった。安全バー職人さんだったやったね。そう安全バートロッコは今回初めてな気がしてて、そうで安全バーを閉めないと発車できないから、そう私も忘れちゃったらどうしようって思いつつ、で私が忘れそうだったからめっちゃ安全バーセンサーが働いてて、そうなんかね職人になってた。閉めまーす。うん、おいしい。昼公演ではどっちのトロッコに、上手と下手のトロッコどっちに乗るか分かんなくなっちゃって、私一人でステージにいた瞬間がありました。どうしよう
しょやばいと思って頭の中だってね寝る前もこうもう目をつぶりながら夏が来たから何番目上手何番目のトロッコ誰誰と一緒どのタイミングで乗るっていうの全部唱えてから寝たのにポッと忘れちゃってってなっていっぱい数えて2番2番1235161235こっちだってなってでもそのこっちだってしてる間にもうみんなトロッコにいて私だけステージに一人でいてオンステージもう恥ずかしかったえ、萌ちゃんにハグしてもらっちゃったよ、ノットイコールミーで。萌ちゃんの歌割り、陸上の大会ってなってたから、私が前にカメラ側にいたから、しゃがんだら、萌ちゃんがすくい上げてくれた。あー、萌子様ってなった。さっきもチョコモナカさんたちとね、話してた。今日前髪かわいい。やったねー。ちょっとなんかさ眠くなってきちゃったダメだでもここにはね私ね本当に最近お話し会の日にしかレッドブルとか飲まないんだけどさそうなんかねお話し会ってさこう環境がすごく素敵なんですねちょっとちょうどいい温度といいますかおみるちゃんが温度設定でね自分でちょうどいい温度にしてるんですけどそうとか前日が遅いお仕事だったりが多くていや違う朝が早いからかそうお世話になってるんですけれどもシオミルトロッコ今ホワイトモーカ飲んでるいただいたやったマジやばいよー謝った演出家さんにごめんなさいってだけどそう何Bステから戻る時だったらあわあわだったけどあのタイミングだったらギリセーフだったっぽくてあせあせ私さ間違えてさ昼いと狼でさなんだっけあの本当かなをさ忘れちゃってさなんか昼公演めっちゃ私まず緊張してたわねで本当になぜか忘れちゃって一人だけ本当かなの時にイエーイってもうめっちゃ明るい笑顔でピースしちゃって本当にもう最悪私がその現実を本当かなと思いたいところではあるんですけどそうちーちゃんにごめんねって夜公演は絶対間違いないねやばいそろそろ寝るギリギリで大好きって言えなかったでもみるちゃんもねあの終わってからも一人で話してることいっぱいあるよえさっき寝てる時さなんかめっちゃ夢なのか現実なのか分かんなくってさ本当に よし、ではおやすみなさい皆様この後の部門よろしくお願いいたします今日はね振り返り前回お休みしてしまった分のあのツーショット写真会もね振り返りが5部にありますので
どうぞ。遅くなっちゃうんですけど時間、ぜひ来ていただけたら嬉しいです。うん、それではみんなおやすみ。また、30分じゃ遅いな、あと25分くらいしたら起きますね。またね、おやすみなさい。